どうも、リキューさん。どうも。最近何か買いました？はい。はい。ティンバーランド。ティンバーランドですね。これ、最近流行ってるんですね。ティンバーランドって結構。あ、また？またでがここ数年というか。そうですね。なんか流行ってますよね。流行ってますね。はい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 、特にこのシティーボーイ関連、ある雑誌とかで。はいはいはい。よく見るんですけど。そうですね。僕はどうかなと思ってたんですけど、最近ちょっとカーゴパンツをデザインしまして。うんライトオンでね。そう。このカーゴパンツのスタイリングを完成させるのにはこちらがいいんじゃないかということで、はい。買うことにしました。いろいろと物色した挙句、はい。ティンバーランドだったわけですね。はい。じゃあ開けましょうか。開けちゃいましょうか。はい。お願いします。はい。はい。知ってますか？なるほど、それにしたんですね。はい。こちらね、スリーアイレット。はい。クラシックのね、モカシンシューズ。はい。ですね。でモカシンっていうのはこの U 字、うん、これの縫い方がモカシンっていうんで、縫いですね、はい、その3I の、 語源はここに3つのハトメがあるからって言われてるんですよね。はい、まあ、ティンバーっていうとちょっとこう黄色いね、ワークブーツね。そう、ワークブーツの方がイメージを強い人もいると思うんですけど、はい、まあでもこれも定番中の定番で、はい、ここ数年すごく流行していて、うん、こちらのバーガンディー色、はい、廃盤です。あ、もうすでに。はい。こちら US サイズ9、はい、27センチ、うん、国内最後の一足です。それはびっくり。ただアメリカで売ってるんです。あ、そうなんですね。このアジア圏の販売が終了ということで、ただこのバーガンディじゃないブラウンの方あって、多分ブラウンの方がとはいえ履きやすいような気がするんだよね。普段のスタイリングの中では、うん、今回はこれにしましたけど、ブラウンもおすすめなのでそちらもチェックしてもらえればなと。はい、定番ほどさなくなるって言うと欲しくなんない？まあなりますよね。ちなみにもう1年前ぐらいから言われてるんですよ、廃盤廃盤って。だからもうないだろうと思ったんだけど調べたらあったんで、それもティンバーランドにね、はいはいはい、正規で正規で、うん、正規のオンラインショップ、ちなみに ZOZO 店で。ああそうだったんですね。はい、最後の一足ありまして、取ったんですね。購入できたと。はい、奇跡よ奇跡。そうですよね。でね、これね、買うことに決めてから、はい、いろいろ調べると、これなんかね、アメカジブームの時にすごい流行ったのって。90年代。そう、渋カジ。ちょっと前。俺全然知らないんだよね、本当に。ラルフのコンブレにデニムに、俺はコインローファーだと思ってたから、うん、これ足元がモカシンって全然なくて、俺の中に。だからこれが流行ったっていう記憶がある人はぜひコメントに、うん、いや流行ってましたよリッキーさんと。やってましたよと。そうそう、僕はみたいな。そのコメントがマジで欲しい。はい、これどういう風に合わせるとかも、色ね、リッキーさんが作ったカーゴパンツに、その水色にもいける。あ、水色にもいけるし、もちろんカーゴパンツのオリーブ色とかにはもう完全に合うじゃない。合いますね。まあ、こういうブルーのカーゴみたいなカラーパンツなんかにも、あえてこのクラシックなものを足元に合わせるとちょっと落ち着くというか、うん、あ、意外と懐が深い。かなり深いですね。なるほど。まあ、ちょっと想像しづらいですよね。でもね、そうですね、ちょっとあんまりパッとイメージ浮かばないんで、はい、よかったらちょっと着用してる映像、はい、お願いしてもらっていいですか。じゃあ最後ちょっと入ってるシーンを撮って、はい、見てもらって、はい、まあ、皆さんもいろいろ想像して見てもらって、はい、もうないんですけど。そうなんですよ、国内には。はい、まあでもメルカリだったりとか、またはブラウン色もありますんで、はい、チェックしてもらえればなと思います。チェックしたいと思います。はい、じゃあまた。じゃあまた。チャンネル登録なんかもできるみたいなんですけども、リキさん的には絶対してもらいたい。動画の高評価と絶対してもらいたい。グッドボタン押してもらいたい。絶対してもらいたい。じゃあ絶対ってことで。そうそう。じゃあまた。